はい、こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリスカウト確定組み合わせやっていきたいと思います。今日はですね、ドイツレバークーゼンのゴールキーパーレイノ選手のスカウト確定やっていきます。はい、レイノ選手はですね、もう言わずもがなですよね。金のゴールキーパーの中でも最強レベルの選手だと思ってます。で、僕前々回ぐらいのイベントでまさかの引いてる間にレイノもオブラクも両方出るっていう神引きしてたんですけど、まあオブラクの方が僕はよく使ってますけど、レイノもやっぱ見る限りすごくすごく上手い選手だと思うので、ぜひスカウト紹介したいなということで紹介させていただきました。で、今回はですね、フーガさん、あとはどなたですかね、スノーマン DJ さんと、のご希望でいただいておました。あとはですね、紹介というところで言うとソラオさんとか、ラムジーチンタさんとか、に紹介していただいてたので、今回スカウト確定紹介していきます。はい。で、能力1を見ていきます。これ僕が持ってるレイノの1レベなんですけど、もう1レベの時点でゴールキーパーセンス、コラプシング、リフレクティングが全部緑で、キャッチング、クリアリングも相当高いレベル、ほぼ緑のレベルなのでめちゃくちゃ強いと思います。で、かつやっぱこのコンディション安定度7っていうのがすごくて、やっぱりそのコンディション安定してるんで、まあ控えとかで置いといて本当に好調だったら出すとかっていう選択肢も取れるっていうのがすごくいいかなと思います。で、例のしかも低弾道パントキック持ってるのでかなりいいと思います。はい。で、今回そんなレイノ選手のスカウト確定紹介していくんですけど、今回3パターン持ってきました。で、まずパターン A が、シンプルにレバークーゼン所属チームにリフレクティング、これで確定になります。で、意外にもこれ確定で、実はもうあのレバーあごめんなさい、ごめんなさい、 AB2 種類ですね、今回2種類持ってきました。で、意外にもあのレバークーゼンはエズカンとロンプと、レイノ3選手しかゴールキーパー自体いないので、レバークーゼンプラスリフレクティングで確定という形になります。で、パターン B はですね、レバークーゼンに、ゴールキーパーセンス、優れている能力ゴールキーパーセンスに最後3択で国籍ドイツ、もしくは年齢24歳以下か、利き足右足、これで確定になります。はい。なので、どちらか選んでいただいて確定していただくのがいいんじゃないかなと思っております。で、レバークーゼンに関しては最近なんか結構安くなってきてるなって印象を持ってて、僕のグループだと大体2万いかないぐらいで落としてあることが多いので、すごく狙いどこなんじゃないかなと思っております。なのでぜひ、余裕ある方ゲットしてみてください。はい、ということで今回レイノ選手のスカウト確定紹介させていただきました。はい。で、他にもですね、こんなレイノのスカウト確定あるよとか、あと、ご希望ですね、こんな選手紹介してほしいですというご希望あればぜひお待ちしておりますので、お気軽にコメントいただければと思います。はい、ということで今回、動画は以上で終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。